Sonic!
Sonic!
Oh!
Sonic.
Hong Kong! Round one, fight! Round one, fight!
Round three, fight! Yeah!
Round two, fight!
あ大丈夫、入ってる。あ、こんばんは。本日なんですが、本日は前回はやっているんですが、ちょっと年末ということもありまして、思いのほか人の集まりが悪かったので、まあそりゃそうだ。はい、なんとですね、はい、いつもの細道じゃなく、今日は、総当たり戦で、はい、思う存分、もう始めていいですよ。そうですね、始めましょう。あ、本日特別ルールでして、先方申告を、審判に言った後、時報は完全に好きにかぶせていく。そうで、まあ、うん、そうだね、2先でございますね。2先ですね。要はカオセアリの、要はどのキャラ出すのみたいな感じですね。かつ、2試合目以降とか1試合目と逆に全くキャラが違っても構わない。そう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 。あ、同キャラはあり、同じキャラでもう一回行ってもいいみたいな。ああ、いいですね。完全に完全に e スポーツ。完全に e スポーツ。殴るだけ殴るとおとなしくなってくる。最後だけ歩きたい。はい、いぶし銀ですね。さあ、バックジャンプ、本当に1回させればバックジャンプできる。フル上出る。めくり立つ前きっちりガード。あ、怖い。コマコマ、わあ、はははは。さあ、いくふりしてる。あーと一回生きる。あー、次のキャラはどうするんですか。山本さんがここから2キャラ目をかぶせる。そうですよ、2キャラ目。チュンリーじゃないの。自分を信じるしか。チュンリーじゃないの。チュンリーじゃないの。山本さんがいまいちルールを把握してなかったようですが、1人2キャラ持ちで、2キャラ目は好きにかぶっていい。いや、次の試合は全く関係ないです。いや、リセットですから関係ないですよ。関係ないですよ。ちなみに同キャラはありで、それともなしでいきます。負けても同じギャラでもう一回いいっていう人もいるでしょう。はい。さあ、暴れてる。レンさんの S フォークは割と割とゆっくりで小技を当たるはずが、アイコンもできなくはないけど、そこまで必要を狙わない感じ。なるほど、立ち回りでダメージをっていう感じですね。かなり積んでいけるんで、高い攻撃力と X よりも足、あ、ちょっとだけ速い足と、足は一緒です。足一緒でしたっけ。足は一緒です。え、歩きの速度一緒かでしたっけ。一緒でしたっけ。ビスケラ足速い説が昔あったんですが、都市伝説でした。都市伝説だったんですか、はい、それも継承されたんですか。継承しました。偉い方が。あ、これも文明の利器でございますね。でもそれはどこから出てきたんですかね、足速い説っていう。あ、これ実はですね、あのビスケラを入れると処理速度が上がるというか、はい、S キャラ、2キャラの方が処理速度が落ちるらしいんですよ。はいはいはい、はいはいはい。なので S キャラが入ってる時に計測すると、はい、同じステージ計測した時に、お、足速いじゃんってなるんですけど、はい、実はゲーム速度が上がってるだけなんですよ。なるほど、だから速く感じるわけですね。というなんか検証結果が出てきます。あー、なるほど、はい、さあ、1回1つ豆知識を話しているうちに、あれ、するんで使くらないんですか。使くらないと思う。さあ、あー、削った。さあ、削りとはホが出なかったが、ここでポーが出てたら。そうですね、ポー削り、ポーが出てたら、ウルフォー用語ですね、ポー、ポー。さあ、ここでデンさんが何をかぶせていくか。なん、何が出るかな。チュンリーにかぶせれるのって何いるの。ガイルとか。いや、あ、まあ、うまく立ち回れればって。あー、ですよね。まあ、ここはデンさん、リュウとかバイソン使えるんで、はいはい、キャラで普通に勝ちに行くという手と、あと楽して勝ちたいという選択肢。さあ、3回きっちり、おー、しっかりテンション落としていく。見えない。あ、見えている。これは、これはひょっとして、これはちょっとデンスやらかしたか。デンスフォークバルログ、ひょっとして、ひょっとするんですかね。ちょっと考えすぎ。
あ、早出しで対応してますね。こういうオープンな大会でね、普段使わないキャラを使ってこう楽しんでありですね、全然。あー、早出しの餌食。あー、でも天照逆は出る。あー、投げて投げて、あー、えいっ勝ったー、山本さん勝ったというわけで、こんばんは、ほぼやまとです。続いて、第2試合でいいのかな、セロテープさんと、ダイチさん。 1P 側がセロテープさんですね。 2P 側、ダイチさん。さあ、1キャラ目はお互い何を選ぶのか、破天荒さんに申告が終わっております。 1P 側のセロテープさんはオンだ。お、次オンだ。 2P 側ダイチさん、バルログ。これ読み合いがね、ありましたね、多分ね。多分1キャラ目バルログ来るんだろうなというところのホンダですが、落とせるかどうかなんですよね。さあ、続きで出してくる。危ない危ない、いや危ない。さあ、リバーサーを続きで落とすが、着地を狙われている。さあ、お、空対空知っている。お、スモープレス知っている。セロモンド意外と知っているぞ。あっと、今ツツキが欲しいところ、ガードしたら死んでしまう。ここ、お、お互いにはめ返す。はめにははめよう。待って、今飛んでいた。異常で、飛ぶのか飛ばないのか。起動させ、おっと、張り手で止めた。張り手、素手で爪を止めていく。これは、あ、でもこの戦い見てると別にあれですね、大いちょうがある分、そっか、 X の方がいいのかな。 S でもいいような気がちょっとしたんですが、さあ、引きつけて、いや、投げられる。さあ、突きで抜けた。さあ、続きで落としていく。これを見て、セロモンド勝利。これを見て、かぶせていくキャラは、大地さんはかぶせない、キャラ替えせず。なるほど、キャラ目もバズログで行ってしまったが、ちょっとセロテープさんは方式を分かってしまっているような気がするぞ。1試合目の1ラウンド目とはちょっと動きが違うぞ。さあ、投げられる。ちょっと後半怪しかったが、そっか、そうっすね、ホンダは多分しゃがむとだいぶちっちゃいのかな。ジャンプ攻撃がボタンを押すタイミングによってはスカっちゃう時があるかもしれないですね。さあ、お、さあ投げる、画面端。さあ、スローテープさんが勝利ということで、お、ハクさん来ました。はい、くすげまずさん、こんばんは。と、今日ちょっとね、式の細道といつも と、違う変則的なスペシャルバージョンでお送りしております。さあ、さあ、今ハクさんが来たので、
ちょっと説明をしておりますが、はい、そうですね、地獄のルール。次はハクさんが入ると、あ、僕いきなり死刑宣告ですね、これ。わかりました。いや、ホンダ強かったなー。あれどうすんだろうなー。なんか逃げショーパンをね、壁に向かってやってるとちょっとめんどくさげ。本当にバルロー強キャラか。さあ本当にバルロー強キャラなのか。普通の歴史はそういう答えを出してますが、俺の中では怪しくなってきたんですけど。あ、金普通に入れてやって。あ、じゃあ普通にこれ回収して、うん、それもいいし、俺はもうそのまま普通に金入れてるんで。普通に準備入れてる感じ。まあそれはそれで全然。ジャンピーが山本さん、ズピが今来たハクさん。さあ山本さんはキュウ、チュンリーあたりは使えますが、チュンリーでいきました。チュンリーガエル、せやね、多少読まれやすいけど、特にチュンリー使っとけばあれで来られたらこれやばいってことはなかなか。さあ普通の対戦ですね。普通の対戦ですけど、これどうなんですかね、弾の打ち合いどっちが強いんでしょう。これガエルだと思います。ガエルなんです。ガエルの方が連発できる。一が溜まるまでの立ち回りはガエル若干有利と言われております。はい、どこら辺が弾だけですか。弾の回転があるのだと止まっている存在。はい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 、なるほど。足が若干順位が早いんですが、まあ、ちょっと後手を打った方が厳しいで、それもやっぱりガエル有利と言われてますが、ゲームの感じが変わってくる。ジャックソニック打ったら戦列抜けれないとか、あんな感じになるってことは。だから中継はソニック抜けないではなくて、はい、もっと極端なこと言うと投げると戦列抜けみたいな。ああ、要は一回こかしてズカズカと歩きながら、そうですね、どっちのボタンを押すんですかみたいな感じですか。それが一番やばい。なるほどね、わかりやすいですね。さすがに戦列が死んでしまうので、死んじゃいますもんね、画面端で。突然の5割はやっぱりきつい。これちなみに背中蹴りやったらどうなるんですか。ガエルの背中蹴りはないと思うんですが、はいはい、普通にガードできちゃう感じですか。あとなんか気合いのシャワーが当たったりします。なるほど。あーうまひー、今日山本さん覚醒してないっすか。山本さん今日強いです。全然いやーノリと勢いは大事ですよ。ここであキャミ行きましたねー。世間的にはさらに厚くなってる気がするんですが、はい、どうなんですかね。カマーに対してキャミーが飛んで、それに対してチュンリーが対空する図式になりそうなんですが。そうですね、今チュンリー飛びました。チュンリー側が飛び必要は多分ほぼないですよね、はい、となってくると玉打ちのセンスが問われる対戦になると思うんですが。いや、弾打てない間合いになったらどうなんですかね、これ。それでもちょっと、まあ、キャノンがちょっと怖いぐらいですけど、もっと無理やり。だから お互い中足強いじゃないですか。あ、でも中足が強いな。その根拠は。いや、普通に判定でいい。ああ、なるほど。さあ、かなり強引に密着からダメージを取って無理やりゲージを作りに行ってますけど。当たっちまった。悪で殺すかなかったさすがにこれ、ジャックキャラのタイプが似てるんですが、はい、気筒持ち、そうですね、本当はもっとジャック気筒を打っていくと、はい、前に飛んだら落とされる、垂直に立ってもその着地に中足が間に合うみたいな感じになるんですが、はい、あー、最速で打ってきましたね。さあ、山本さん、どれを出すのか。別にチュンリーでもいいのよ。こういう時にホンダが使えると便利ですね。みんなホンダを勉強しとくといいですよ。ホンダはね、はい、あのキャラずるいですよ、本当に。いや、
あ、いいですよ。俺さっきやった、俺さっきやったじゃないですか。あなたさっき見てたじゃないですか。その試合を。ですから毎試合好きなキャラを使ってます。そんなキャラいましたっけ。あなたそんなキャラ使いましたっけ。ただこれなんですが、キャミー使いは実は結構バルログ戦できる人が多いですね。キャミーバルログは地上はバルログだと思うんですけど、多分ヒョウいけないっす。だからどこまで行っても歩きキャノンを恐れるかっていう始まりになると思うんですよ。うん、そこで落ち着かないようなキャノンの当てがどうしてくれたらいい。そう、やったことないのになんで消えたんですか、はい、なんとなく。いやー、これはもう本当に年忘れですわ。バルログを使ったことがないと通常技の癖とかがいまいち他のキャラとかなり違うので。そうですね、意外とね、クライハンって前に伸びてますからね、あのキャラ。あの、速いんですけど前に伸びてるから、爪とか長すぎて実は内側で当たる技が何だかわからないとか。あれは本当にしゃがみ中キックか近距離ショーキックですよ。危ない危ない。これはなんかこの間ひっそり行われたという、なんか若手フォックスのように結局このキャミーに勝てる人がなんとかなるかもしれない的な。そうですね、次はデンさんとセロさんですね。はい、もう普通にのじ合い感覚でやりましょう。喋る、忘年会とかそんな感じ。それは職場の、それとも普通に友達同士の。あー、職場、あー、トラック運転できるようにするために。おー、おめでとう。お疲れ様です、ハクです。はい、飲み会から帰ってきました。はい、よろしくお願いします。はい、あデンさん読みましたね、これ残儀読みの本田。残儀読みの、そうでしょうね。それこそ、うん、どうすんの、セラさんは今度どうすんの。セラさんもいろんなキャラ使えるんですけど、まあ素直に残儀できたところに本田が。そう、そうね。いやでも、いじめだよね。いじめですね、ハリネと実際に。うまいですよね。うまいけど、あー、ダブラリが惜しいですね、今が惜しいですね。これどうするの。アルチマドも余生、余生だよね。ね、年末になって余生を味わうとは。これ残儀の勝ち筋ってあるんですか。いや、なんかやっぱ押しづらいとか今みたいな、うんうんうん、うんうんうん。いや、これ、ハリテの突きがやっぱすごい、台足も刺さんないですし。あ、うまいよ、ここからっすね。あるか、うまい。おー、頑張ったこれが20年選手の力、ほんとに。はい、噂出ないの信じるしかないっすね。これがきつい。あれ、ハリテにやっぱ台足刺すのが難しすぎ。こうなってしまう。これどうすんの。これどうすんの。どうすんの。どうすんの、これ。どうすんの。これはいわゆるいじめですね。いじめですか。おーっと、ワンチャンス。おー、ワンチャンス。あー、これが、これがセロテープ。ダブラリで落としましたね。読み勝ちましたね。これが20年のなせる技ですかね。彼らがこれが20年の力ですね。こうなると誰を出すんだ。いや別にもう一回ホンダでもいいんですよ。バイソンとかベガ使う。あ、もう一回ホンダ。おかわり。確かにベガとかバイソンは怖
ですよね。でその後竜とか被せられたらされねえもありませんけどね。竜がいるんで。本当にいやだじゃあこれが見たかったからやりたかったのよ。本当にこれこそ本当に年忘れ。酒飲みながらやりたい X ですよ。本当に。ヨアセも完璧ですよ。ヨアセも完璧。ああでもポジション高めだとポジション入っちゃいますね。高めにやるとオイチョ確定。これは同じのが始まると。もう一回。あ、こういうダブルです。ああ、今出なかったのかな。ああ、はいはい。これどうすんの？うわ。こうやって守りに入らない。おお、うまい。あー出ない。これはこれはこれどうすんの、どうなるの。これはどうなるの。これは余生、余生からの下段とか入れば一発したことがあるんで。うーん、余生だったね。さあこれでセロさん何をかぶせるかですよね。どうするのか。お茶目なところあるんで。あ、 DJ これは激冷たいですね。これは DJ がハイパー有利と。ゲロですね。ゲロですか。もうエアスラ打って落とすだけみたいな。そうですね。あとチュアシがやっぱめちゃくちゃ強いんで。はい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 。なるほど。地上戦もできないと。でもそれを今こういうごちゃらせてダメージ出し。あーっと、いやこれ痛い。うわあ、上は見えてますね。そういうところはしっかりしてるんですよね。なんだろう、やり込みを裏切るキャラさなわけですね。ずるない。あ、あ、これは頑張らなきゃいけないやつ。いやーこれ、あーどうなる、まだわからん。こうなるとエアスラ打てないっすね。あーなるほどね。エアスラ打っちゃうとこうなっちゃうんで、まだ打てないんですけど。はいはい、まずい。かぶせて負けるは恥ずかしいぞ。あーおー、じわりじわり。きつい。きつすぎやつ。避けづらいんですよね。ああ、舞台でかいから。そういうわけじゃなくて。あ、それもあるんですけど。はいはい。上見てる。さすがにこれキャラ差ですね。これが見たかったんですよ、俺は。次は俺とハク君。だよん。続いてはハクさんと大地さん。ハクさん今のところ無敗ですからね。あードキドキした。いやーよかったですね。 DJ 使えたんですね、本田戦ぐらいは。いやーすごいよくやってましたね。いやーよかったよかった、やっててよかったって感じでしたよね。一回だけ中足対空を思い出してよかった。あーそう、見事ヒットしましたよね。あーさあ、スピー側、ハクさんが選んだのがベガ。スピー側、ダイツさんはまたしてもバルログ。そうですね、なんかダイツさんはなんかほぼバルログからキャラが寄せてこないようなイメージが。イメージですよね。はい、ただバルログで被せるキャラっているんでしたっけ。特にないと思いますね。ホンダぐらいですよね。そうですね、ホンダも被せになってるやらなってないやら。そうですね、今日が落としやすいぐらいですね。そうですね、ガッチリ待ってる時にタメを解除するようなテラーとかが出せるとかじゃないと。さあもっと上からほとんどの人が多分自分がバルログ戦一番自信あるキャラで行く的な感じになりそうな感じですね。そうですね、大地さん真面目な店員さんなんで、はい、バルログ一筋、他のキャラに浮気なのしない。なるほど、はい、ね、お客様が来て対戦相手がいない時に
はい、バルログで入る、楽しんでいただけるようにとバルログを練習している。素晴らしい。さあ上からかぶせていくが、おっとナイトメアを使わせた感じ。バルログはもう実は立ち回りだとそこまでメガと相性いい感じじゃないような気がするので、あーそうっすね、どちらかというと何でもいいから一回こかしてヒョウの表裏だけで、そうっす、持っていきたいっすよね。ゲージがないと、ゲージがあればあれなんですけど、一回だけ逃げれますか。はい、ちょっと重ねが甘いとジャンプ中盤とかでそうなイメージですよね。そうですね、まあそこはちゃんとギアに重なってる感じで、こんな感じですよね。あーそうです、ダウンしてないところのバルセロナは一応ベガ側に落とし方がいくつかある。なるほど、無敵技とかは ここですね。ここでちゃんと次の壁作っておいて投げる、まだある、投げる、裏落ち投げ、さあ擦っても振り向いてないとやばいという。そうなんですね、振り向き処理があるんで、擦っただけでは。さあ今のは裏に回ったのもすごいが、テラーが逆に出てるのもすごい、がしかもガードしているという、なかなか高度な攻撃。これピヨルか、ピヨらないが、さあ、取って、あっと最後、さあ得意の諦めない上からパスをかぶせて投げるモードだったんですが、さすがに擦っていた。大地さん、あそこから下段に行くのはまだ今日は見てないですね。そうですね、投げが通るんで。さあここでラウンド1ファイト。山本ゼロ、なるほど、悔しいな、お金入れてください。ザンギア来るから本当は使えるんですか。考えてますね。悔しいです。あ、嬉しいです。悔しいです。まあ、ベガバルログ見て出したんですけど、うん、まあ、結構ベガはやりやすい方なんで。そうなの、一回壊されたら死ぬんじゃねえあれ。いやまあそうなんですけど、ジャンプの離陸が早いんで空ぐらいとかもできたりとか、あ、まあ、結構あるのかな。あとまあ空中空だけ強いのと、なるほど、なんだろうな、話聞くはどん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 バルログが弱キャラに感じてくるんだよな。いやーそうですよ。いやそれはどうなんだろうな。あれはやり込みでしょ。あれはやり込みな感じがすごくするので、うん、おっと、ってしまう、安ない。安いですね。あれ、ぶっちゃけ3番とかでも、いや、むしろダイヤしてよくね。最悪ダイヤしてもよくね。激スの伝統でしたよ、今、はい、ドンキホーテ山本。ジャンプ3段意外とむずいよ。ああなるほど。ああそうだな。あ、試し会一緒なの違うの。いや、なんか、まあ、グラウンドのコマンドが難しくて、うん、ジャンプから入れる。これはセロさん。セロさん。セロさん。能力が勝ってますね。これ。完全に温まってますよ。とはいえやっぱ残機いけるんで。はい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 。残儀ですよね。でもこの後に多分チュンリーとか控えてるんですよ。まあでもチュンリーもそうなんですかね、そんなことではないと思う。なんかいいようにやられてますけど、これ。いや今のはスパコン、スパコンっぽいっすね、今のは。スパコンが今アンパンやりました。いやー山本さんいいわ。右側としてはチーコパンが強いっすよね。あ、タチコパン。ダブラリー。
サブラリーあ、こうなってしまうとしまうとベッドも投げかけなんで、はい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 、あ、これダブラリーそうですね、ダブラリーとこれが投げかけなんですよ。ほう、まあ、あの体力だともみでこうですね、ラウンド3ファイト。そう、はい、慎重にいかないと受けちゃうという状況になっちゃうんで、なるほどね。これからの、これからのヘッド出さない、これそうですね、終わりです。そしてセロ様かぶされる番ですよ。お俺もないと思う。まさかの、まさかの、あ、ブランカ、あ、ブランカもいいですね。ブランカもいいんですか。ブランカ結構嫌だと思います、先は。なるほど。ただただ山本さんはブランカはどれぐらい使えるのかっていうことですね。いや、俺も山本さんはめんどくさいです、ブランカローリングにかかるんじゃないんで。ああ、なるほどね。ローリング読みでダブラリ置いたりするんですか。まあ、あると思います。あと、コパンとか潰せるんですか。ああ、確かに、なんか やたら早いよね、あれ。そうです。逆にわざと遅らせアンドにして高め判定勝ち技、ああ中盤でわざと潰れる、あ、こうなってしまう、あーあー二回転、やっぱ、ワンパンついた時のボディプレスはかなり返しにくいな、返しにくいな、あれは、はい、ますが、あ、どうなんでしょうね、どうなんでしょうね、逆にやるそれみたいな、あ、そうですね、突然やるとこうなっちゃうんですね。ローリング座るわけですね。今何ローリング見えてました。マジか、吸えるのあれ、浮いてね。そうですね、ぶっちゃけブランカってスパコンも吸えるんで。酔わないこのキャラ。まあ、弱いんですけど、テクイですね。いやこれはもう、吸えないって。あ、でもスパコン吸えますよね。次は失礼しました、ローリングは吸えないそうです。誰と誰だ。スパコンは吸えるみたいなんですけど、あ、やりますか。失礼しました、今ちょっとローリングが出てるように見えたんですけど、ローリングが吸えないみたいです。パコンが吸えるみたいで、大丈夫大丈夫、まあ、離陸してると1フレですよね。なんかめっちゃ今ローリング出てるように見えて、あれは なんだろう、多分バックステップかな。あ、なんか前に飛び出たのを吸ったように見えた。あ、何言ったか分かんないですよ。あのバニヒング重ねは、ブランカ側はローリング出すかバックステップ出す、要は投げられない技で回避しなきゃいけないんですけれども、はい、それ以外通常技振ったり歩いたりして、あとジャンプしようとしたりしてるとスクリュー隠れるっていう。ブランカザンギはダイアグラム的には若干ブランカじゃないかなと思うんですけど、結構やっぱでも知識ないときついカードみたいな。そうですね、ブランカ側は対空がしっかりしてるとザンギは結構やることができる。ただ落とし方も一辺倒じゃダメなので、なるほどですね。あ、で試合の方が今これあれですね、レイさんのメガロー、はい、またあれですね、メガロー。さっきやってましたが、やっぱりベガはその全体からするとバルログはそんなに強くないですね。ベガってキャラ自体はそんな強くないんですけど、はい、バルログで考えると結構ベガはいける方ですね。なるほど、確か大会とかでも多少食ってくる方が見たりしますね。まあ、空中が強いんで、はい、結構いい人ほど結構高いレベルマットがいろいろできますから。あ、そうですね、まあ、最後で逃げるとかね、そうですね、逃げたりためて、投げと下段と普段に対してちょっと強い技があったりするのと、はい、ダブル2最後割とで、そっから一発でピオがちょっとあったりするから、あ、だがキャラ台はなし、大地さんはあくまで感じます。やっぱりベガがきついのはゲージがない時の起き上がりに重ねる評価ですか。あれ
きついですね。だから負けパターンとしてはほぼそれですね。そうですね、じゃあね。まあ、つまりチクチクはそんなに。そんなにですね、意外と少ないですね。チクチクとかは大丈夫。結構センターのセンターのアプリとか。橋の固めがかなりきつそう。早出しの爪とかも結構いいね。サイデラ、これはあの投げ今のはビューズね、丸のところ投げ曲がせます。さあアテラー、アテラーしかないといった感じ。あっと下段したらバックです。あ、この速いですね。そうですね。あっとバックチャンチューか、これがさあどうする。あーちょっと投げ前が狭かったですね。立ち台パネル今中盤で投げてればもしかしたら中詰めがガードだったかもしれない。で、ね、固めてクリスタルとか。そうですね、微妙はどうなんですかね。ラウンド1ファイさあ、続いてですね、ハクさんとセロテープさん、 1P 側が、1P 側がセロテープさん、 2P 側がハクさん。さあ、キャラを考えている。あ、セロテープさん勝ったら優勝と。一応決定戦あるかもしれないですよね。直接対決、お、連戦多いっすよ。もう勝ったことにしちゃいましょうよ、3勝ぐらい。じゃんけんとかで消化させちゃいましょうよ。さあ、ワンピー側、セロホンダ対スピー、ハクガイル、これはハマった。これは考えすぎたか。いるといえどもちょっと本題で4攻めは厳しい。だからもっとカマ溜まっている。
高い水田の試合勝つのはどっちだ。お互いがきつい。さすがにゼロホンダあまり同キャラ戦をやってないのよ。あまりそういう目的で使わないホンダなんで、同キャラ戦は厳しい。おっと、お互い飛んでいる。しゃがまないと食らう。しゃがまないと食らう。恐ろしい。ラウンド3ファイト。で落とせたと思う。ゼロテープホンダ勝利。この時点で優勝が決まってしまったが、さあ引き続きまだやってない組み合わせがあるが、どうする、どうする。大地さんと、あ、山本白さんが連戦になるので山本だ。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ワンピー側が山本龍、ツーピー側が第一バルログ。さあ、よし。いや、完全に、はい、ホンダ出せば勝っちゃう。いや、確かにあるな。確かに。逆に。通り戦とかもやってるんで、はい。あれにやってきても。ワンちゃん、ホンダまで読んでのガイルで宮里をやってるのかと思ってちょっと不安はあったんですが、いや、ちょっと久しぶりすぎて、そうですね、ぶっちゃけホンダ読みだったんですよ。なるほど、だけど難しいところですよね。かぶせる組み合わせは知ってても残機読みの、あ、残機の紙読みのホンダかな。そうです、ズバリです。ズバリなんですけど、はい、間違えました。仮に残機出てもガイルあり、確かに、なかなか保険の効いたいい保険です。いやーっと、うやむやシンク、あれはもうね、あれはきついですね。ガードされして OK、 暴れてても OK。 そうですね、投げ漏れのなんか出てもシンク食らいますし ね、 でガードしてもその後まだ鎖骨が、鎖骨や中足が待ってるという、あれは結構もう、さあ大地さんがバルログに限界を感じたか。大地さんも結構ベガ使えるところは、そうですね、先週とかトッキーさんとやってるのを見たんですが、あの正面5段までできるんで、はい、結構あるじゃないですか。とはいえこれ有利は有利なんで、そうですね、うやめや竜巻と防御面に不安あり的なところがあるんで、いや、うやめやシンク、これはあ拒否拒否これはそうですね、でもぶっちゃけあれが一番いいかもしれないです、ね、そうですね、下手なことするよりはあれで拒否るのが一番。このこっからも竜巻と、このさあ、クソムーブ、こうなってしまうと、さあ、まだ弱竜ムーブがあるぞ。マリオじゃないけど、この竜巻は削るさあ、まあ、やっぱ竜とベガはやっぱ竜が強いですね。そうですね、7-3、8-2ぐらいあるじゃないですか、 7.5 ぐらいあるじゃないですか。そうですね、一応ベガ側に勝ち筋があるというだけで、普通に立ち回ってると、そうですよね。ラウンド1ファイト。まあ、山本さん勝利で、いやー、よかったっす、いやいやいや、
あのバルログ以外を出せたというのがね、そうですね、引きずり出しましたね、ねすごいやった感出ましたね。その前がちょっとバルログでは無理かと思わせたあたりがもうすでにそうですね、急なの。これはちょっとね、これを準備でできるようになりたいですよね。なるほど、これが目標です。あ、大丈夫、クレジット消えないですから大丈夫です。さあさあさあ、ワンピー側が天さん、ツーピー側がハクさん。さあ、年忘れ大会もいよいよクライマックス。そうですね、あの消化試合ですけどね、残念ながら。そうですね、ですが、まあ、これもなんとか、まあ、時間もありだし、これ勝負、まあ、目がいいんでしょう、濃い感じはしますね。あ、ただ今もやりにくいところがちょっと手振りがちっちゃくて、ダブルリーがなんか抜けちゃったり、ヒットしても一発だったり、基本的にやっぱありますからね。ダブルリーガンですよね、やっぱりドミキャラ玉出し同士の立ち回りはなんかお互い安全に削る技もないので、そうなんです、本当にお互いの知識やセンスの、さあおっと切れてる、かなり厳しかった。2ラウンド目は圧倒的な感じで取り返していく。開きは前組み合わせの気がするんですよね、やっぱね、見てもそうですね。アクティブに行くんだったらキャミー側がキャノンとフーリーが、いやでもベイガーが結構な機動力ありますからね。あると言いましても、タメを解除してミドルだけ当てに行っても、キャミ側はガードで安定なので、さあ、歩きキャノン、ああいうことです。さあ、サイド目はさあ、残り2ドット、あっと、おちゃらせて投げたのはベガ側、ゼロ振り投げですね、危なかったですね、お互いに。いやでも今、やっぱりキャミ側の動き見せたけど、キャミーが何してくるかちょっと分からないのが、さあ、さあ、たくさん、2キャラ目もキャミー、これは持ちキャラの中でキャミーが一番いけると踏んだのか、まあ、ここまでくるとやっぱりメインキャラ、自分のメインキャラの心中的なところはありますよね、はいはい、よっぽどのキャラ相性でもなければ、下手にかぶせるよりは、自分が一番自信あるキャラを使った方が、なんだかんだ勝率はいいような気がします。ありますからね、経験ですね。そうか、かぶせても実はやったことがないと結構難しいなんてこともあるんで、これですね、ここまでちょっとじっくり、これで待たれるとベガ側はさ、タメを解除してもダメージが取れるわけでなし、垂直置いておくと、おそらくほとんどの行動を咎めることができそうですね。さあ、かなり歩いてみ、キャノンが出なかった感じが、歩きキャノン、さあ、めくりキャノン、フーリガンはちょっと距離を誤ったか。さあ、チクチク、かからない、スパイラルアロー、チーチですね。さあ、ここでデンさんが持ちキャラがそこそこキャミーに行ける、バイソン竜あたりが、あっと DJ ここで出てきた、これは結構な差が開くと、これは知識や経験でどうにかなるのか、さあ、だがもっと試合的にはリバサキャノン対リバサ投げといった感じ。フーリガン、最後ジャック、やっぱ DJ あれですよね、ラーメンでいうとこの全部入りみたいな感じですよね、はい、あーそうですね、よくわからないですけど、はい、さあ、まあ言いたいことは、さあ、飛び道具もあり、無敵技もあり、突進技もありみたいなね、いや、
かなり。あとスライディングですよね、やっぱり。そうですね。あの技の存在がでかいのは間違いないですね。さあ、フーリガン、フーリガンで、おっと最後は重なっていなかった小足からちょっと歩いて投げ、アルキャロン、さあ、アイドリーですね。お釣りが何なのかが分からなくて今、そうですね、入らない。さあ、無理やり、ジャック球は踏まない。パクさんの玉よけはチューブのクルビからのキャミー使い、田坂さんも驚愕してましたからね。玉よけがうまいと。ユカリッツさん、ね、まあ、ツイッター上では。おっと、さあ、最終的には決着がついたといった感じ で、 わけで優勝は圧倒的に全勝のソロテプさん。それ以外が、それ以外が 2-2。 さあ今集計中ですが、星数で勝ち数でいったんですね。まあ、まあ、1位はセロテープさんという、あれですね、圧倒的、圧倒的で、2位がデンさんとほぼ山本同率と。お、なんか四季の細道、年忘れかぶせ大会と。四季の細道ではなく、なるほど、そうですね。じゃあ106回はまた来年明け以降ということでね。はい、というわけで今回ですね、12月、2018年12月28日は年忘れかぶせ大会ということで、ありがとうございました。優勝はセロテープさん、はい、で、はい、来週の1月4日なんですけれども、はい、まあちょっとまだ松の内ということもありまして、はいはい、どのぐらい皆さん来れるのか、例えば仕事始めの人なんかもいるでしょうし、そうですね、なんかなかなかあれだと思うんですけど、一応対戦会自体は開催しようと思っております。はい、まあちょっと参加人数とか読めないんですけれども、一応私は8時には来るようにして、はいはい、最低でも大地さんと私が対戦相手ぐらいになりますので、はい、そういうことですね。でもしかするとその年末年始とかで関東の方に来てる方とかも、はい、まあそうです ですね、いろいろ動くチャンスなんで、はい、長距離移動できちゃうんで、まあ、そうですね、一応開催しようと思ってますので、しょっぽりな方がおられれば、はい、ぜひこちらまでってことですよ ね、 そうですね、はい、ちょっと参加人数の方はちょっと保証できないので、来てみたら意外とっていうこともあるかもしれないんですけれども、あ、まあ、最悪誰もいないということはないようにしますので、よろしかったら皆さん、はい、そうですね、今日みたいな5人ぐらいだったとしても、結局はこんな感じ で、ね、まあ、なんとか楽しめると思うので、はい、やっていただける感じですかね。そうですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ残りの時間はの試合で、はい、の試合ということで、はい、じゃあ今年もありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。はい、また良いお年を。失礼いたします。
Sonic,
Oh!
Yeah.
Thank you.
ください。
Thank you.
ライ。
ー